アウトバーンには、ドイツの高速道路、アウトバーンの一路線である。ルール地方のオーバーハウゼンから、ベルリンのベルリン環状道路にかけて、北部ドイツを東西に 486km の路線を持つ主要道路である。ドイツの最大都市圏、ルール地方とドイツの首都ベルリンを結ぶ。ルール地方北部を、西から東へ横断し、同地方東端付近で、A1 と交差する。 ハムを通り過ぎてから北東行きでビーレフェルトに向かい、ミュンスターラント地方南東部とオストベストファーレン地方を横断する。ニーダーザクセン州との宗教付近で東行きに曲がり、道州南部を横断する。道州の州とハノーファー付近で A7 と交差する。ボルフスブルクを通り過ぎた後、ザクセンアンハルト州に入る。道州の州とマクデブルクを経由し、ブランデンブルク州に入り、 同州の州都ポツダム付近で A10 に入る。A1 と共に計画は1920年代に始まり、1930年代に一部完成した。A1 と A2 県のジャンクションであるカーメン交差点は1937年に開設され、ドイツにおける2番目のクローバー型ジャンクションであった。ドイツの東西分断時代に、ニーダーザク選州のヘルムシュテットと、 ザクセンアンハルト州とマリエンボルンの間に国境があった。A2 は1971年以後東ドイツ政府が西ドイツ本土と西ベルリンの間に正式なトランジット路線を認めた後、現在のザクセンアンハルト州とブランデンブルク州にある区間が主要なトランジット路線の一つとなった。また、西ドイツ本土と西ベルリンを結ぶ最短の幹線でもあった。 ありがとうございます。